よし。まあジョナス・グノーシアだって俺の中で分かってればちょっとね楽ですよね。ジョナスはグノーシアだったので、もうククルシカかジナちゃんどっちかだよね。どっちか釣りゃいいんだよこれ、どっちかだよ、どっちか。さあジョナスが入れてた人誰、最初にユリコ言ってんのか最初から。いやそれはありえないな、まあコメとかククルシカちゃんかジナどっちか釣ればいいんじゃないって話だけどね。だよね。オッケー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 。報告。お、ユリコ、グノーシア。それはあり、それは、いや、ありえないでしょ。ありえない、ありえない、ありえない。ククルシカかな。ククルシカだね。ククルシカだ。よし。さあ、どうやって行くか。誰かククルシカ疑ってくれればいいんだけど。結構疑われてたよね、でもね、ちょっと。ね。ただ、あんまりちょっとな、出しゃばりたくもないな。あ、俺だ。名乗り出るわ。ごめん。名乗り出るしかない。あ、これ名乗り出てよかったかな。いや、まあ、いや、大丈夫。ここでククルシカちゃんやれれば大丈夫だが、俺疑われないこれ。あー、絶対にエンジニアじゃん。これではっきりしたね。絶対にエンジニアじゃない。エンジニア報告。なんでせっちゃん分かったんだろうな。まあ俺がドクターなの知ってるもんね、せっちゃんはね。乗員だって知ってるし。まあだから確って、それは確定なんだけど、俺が例えば分からない場合は、例えば俺が、もし俺がグノーシアの場合はどうなる？ないんだけどさ、可能性としてはあるじゃんね。グノーシアの俺が、ジョナスはグノーシアでしたよって、嘘ついて調子こいていると。調子こいているとすると、まあ、ジョナスはグノーシアだったのかなーって なるけど、ククルシカはユリコのことグノーシアだよって言っていると。なんかもう、あれ、グノーシアなんか二人出てるけど、じゃあククルシカちゃんなんなのみたいな。お前、あれ ?AC 主義者がグノーシアのどっちかじゃんっていうことでか。そういうことか。塩もちょっと怪しいけど、ククルシカちゃんは確実に敵じゃねっていうことで、ことか。そういうことか。ね。だよね。ね。まあ多分グノーシアなんでしょうね。AC 主義者ではないと思うな。っていうことか。はいはい、わかりました。これはいいんじゃない？じゃあ投票しろでいけんじゃない？人間だといい。じゃあ俺言おうか。自分は人間だ。まあこれは見てましょう。クルシカちゃん嘘見抜きたいな。言うかな、クルシカちゃん。あ、そうか、クルシカちゃん敵判定されてるからもうダメだ。まあこれはもう大丈夫でしょ。ちょっと俺騙した方がいいかな。投票しろ。この時ステラクほかないのでしょうね。その通りだ。ステラよく使うね、これ系の投票しろとかね。さっき排除しろって言ったしね。やめておこうだって。無口なんですね、シピさん。どうしてなんですか？確かにシピ喋んないね。でも大丈夫、大丈夫。まあ、ククルシカちゃん、釣れば大丈夫だと思うわ。あ、違う、バカ。コメットちゃんは AC 主義者だよ。だって俺ドクターじゃん。何言ってんだ。コメットちゃん AC 主義者ですよ。AC 主義、AC 主義者。グノーシ、ククルシカグノーシアだと思うけどな、じゃねえよ。自分の立ち位置をつい忘れちゃうな、のめり込むとね。じゃあ、グノーシアね、ククルシカちゃん入れよう。ってことは、ジョナスとククルシカちゃんがグノーシアだったってことか。なんかイベント味を感じちゃうね。あ、早送りってある。あるんだ、こんなの。オッケー、早送りできた。口をしげにうつむいている。流れを告げよう。さあ、調べられるぜ、これで。よし、オッケー。行こう、せっちゃん、格納庫。レビィ、いいね。収納品のご確認ですね。ロッカーすべて解除してあります。よーし！よーしよしよしよし、オッケー。これ？高価そうな酒、貝が彫像なのだ。得体の知らない機械類も多い。ゲーム機は玩具だろうか、おもちゃだろうか、玩具だろうか。人木か？うわ、いや、なんでもないから。あ、どうしたどうした、なんかいかがしもあった。まあ、ジョナス、いろいろなご趣味をお持ちの感じがするからね。
ちょっと調べていく。説も時折、何これ信じられないのと言いながらも手は止めず、そして。ジョナスの、この次のループ以降、せっちゃんがジョナスを見る目変わりそうだな。デフォルトでジョナスと敵対してるみたいな感じ。趣味悪いわ、このおっさん、みたいなね。うん。まあ、人の趣味だから、ね。とやかくにやめよう。おおお、人が入れそうな。人が入れそうなコンテナじゃないか、人一人ぐらいは。片方空いてる。この中に空いてたのはククルシカだね。ということは、右側は開けてくれ。うわー、ククルシカだ。自立型ドール、人の手で作られて構図から入れる取引者で人形。自立型ドール、端末とは違うってことか。あー、ドールね。こっちはアンドロイドみたいな感じだから言葉発しないってこと。声は出せないのかな。人形だ。お人形さんみたいって言ってたけど、俺本当に人形だった。うんうんね、分かった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 。しかしどうやって、あれか、そうか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 そう、このこっちの方を、こっち、ジョナスがククルシカちゃんは、動い、コールドすれば決まったククルシカちゃんは、隠して、こっちの、眠ってる自立型ドールとして眠ってるククルシカちゃんをコールドスリープさせたんだ。だから俺らにはコールドスリープしてるようにしか見えなかったんだ。うん。もともと2体あったんだ。なるほどね。そういうことだ。はい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 。で、レムナンと一緒に留守番になると、みんなを殺すってどういうことなんだろう、一体ね。そこの謎がまだ解けてないんだけどね。うわー、ククルシカの謎が埋まった、これで。なるほどね。 OK。 うん。で、ククルシカちゃん埋まりま、あ、もうあと一個ある。ククルシカちゃん2体組の自立型通り、1体は格納庫にある。ジョナス最後の突起事故がちょっと気になりすぎるな。しかし埋まってきたなぁ。茂道全然埋まってねえ。あと、ラキオと茂道が意外と埋まってないなぁ。あと、ジナとユリコ様。レムナンもね、ちょっとククルシカ関係のやつありそうだよなぁ。オッケー。よし。じゃあ、そうね。うん。交換日誌。うん。あ、嘘気づいてら。うん。OK。まあ今回は、うん。せっちゃんと最後までイベント行けてよかったですね。よし。じゃあ一回中断します。さあ、次行こう。うい。ほい。14人、4人。うわ、おい。しかも上院だよ、ただの。頭使ってこう。よし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 。集中集中集中。よし。OK。まあ、英雄主義者が爆買いね、騙しなしだ。うん。行こう。うん。今の子なんか行ってみろって。ダメか。しげみち、この段階で嘘見破れたら面白い、見破れたら面白いんだけどね。よし。じゃあ、まずはね、まあ、留守番どうする。うん、まあ、名乗りさせた方がいいよね、これね。うん。そうだよな、エンジニア。でも、やられちゃうよな。いや、まあ大丈夫だ。エンジニア名乗ってもらおうかな。うん。うん。ゴー。シピ。お、確定じゃん。うん。これは、あ、そうか。名乗れてないとすると難しいね、これね。うん。留守番権限。オッケー。うん。ステラとレムナ。よし。ドクターはどうする？そうだね、そりゃそうだ。うん。さて、シピーね。これが守護天使シピーを守ればいいんじゃないか。うん。守護天使はそういう動きを期待したいな。で、ドクターはちょっと伏せておくか。うん。乙女で協力。まあ、受けるだろうね。でも、ドクターも名乗りてほしい感じはあるけど、ここはでもちょっとまだ泳がせとくか。人間だとエピシーンってやってみる？ね。それでいけんじゃねえかな。うん。やってみよう。うん。茂道。ああ、人間っぽいわ。うん。茂ちゃん人間。茂米。茂米ジナ。
シゲコメジナラキ、シゲコメジナラキ説、ジョナス、シゲコメ、シゲコメ、シゲコメジナレキ、シゲコメ、シゲコメジナラキ説、ジョナス、シゲコメ、シゲコミ、シゲコメ、シゲコ、シゲットにしよう。シゲットジナラキ説、ジョナス、シゲットジナラキ説、ジョナス、説、ジョナス、シカ、シゲットラキ説、シゲットジナラキだ。シゲットジナラキ説、ジョナス、シカ、シゲットジナラキ説、ジョナス、シカ、シゲットジナラキ説、ジョナス、シカ、ユーリ。お、終わった、終わった。止められなかった。SK ちゃんと乙女ちゃん。あー、まあ怪しいよね。さあどうしようかな。乙女ちゃん怪しいな。乙女ちゃん入れよう。俺に入れたのはレムなんか、レムなんか俺に入れる傾向、あ、仲悪いからか今回は。これは全員コールドスリープでいいんじゃないですか。ダメですかね。うん、4人もいるんだからね。これはちょっとまあ俺発言しないけども、ジナね、わかんねえな、これわかんないわ。うん、こん中だと乙女ちゃん、俺的には。うん、うわジナ行くね、みんな行くね、ジナ。あ、すごい行くね、ジナに。まあ、用語もそんだけ多いな。うん、俺は乙女ちゃんかな。名乗りなかったってそれだけなんだけど。うわー、うわー、ジナ行っちゃったか。結構入れてる人いる。せっちゃんはじめ、シピも入れてる。コメちゃんも入れてる。ステラも入れてる。うん。ただ乙女ちゃんに入れてるのもジョナス、SQちゃんといるね。ユリコに入れてんの、あ、レムナンと乙女ちゃん、トラキオか。うん、割れたな。うん、おやすみ、またね。よし、お、イベントだ。ジョナスかジョナスか私の格納庫漁っただろとか言われたらちょっとやだな。可愛げあげよう。よしよし、行きましょう。あー、あ、そうかそうかそうか、そうだね、そうだね、そうだ、そういえばそうだ、これ聞きたいと思ってたわ。うん、一緒に行こうか。ククルシカ何者なりやと、なぜこのジョナスにそんなことを聞くのかな。そういえばククルシカの初登場のシーンもジョナスと一緒でしたよね。ね、思い起こせばね、私たち知っているんだ、格納庫の中にもう一体のククルシカが隠していることを。どうやら言いながらできんようだな。お、意外と素直。事実を話してほしい。いいだろう。あれは今から1000年ほど前になるか。長いね。長いね。今夜終わんないんじゃないこれ。私は若きスペースマンとして将来を期待されていた。滅びゆく地球人類の希望を背負いつつ、一心に座学やトレーニングに励んだものだ。いや、お前の自己検査の地雷はいいんだけど、別に。なんでククルシカちゃんが2体いるのか教えてほしいんだけど。そんな日の、そう、あれは春、つぼみがまだ開かぬ頃、私は一人の少女に会った。あ、それがククルシカちゃん？それあれか、自立型ドールのククルシカちゃんか？それがククルシカ、え、これ違いそう、絶対違うんじゃないこれ。そう、セクナ、彼女の名はアーリア、そう、アーリアだ、アーリアーあー、アーリア、そんな言えば今もこの胸が騒がずにいられる。しよう、しよう、何、セッちゃん、あ、俺も同じこと思ってるから、うん。これ多分全然関係ないわ。ジョナスの初恋の相手だと思う、これ。セッちゃん、どうしようか、これ。私で聞いておこうか。いや、自分も聞くよ。これあれから、失敗した時にもう一回このイベントが起きるから、なんか、その時用の選択肢かな。ね。一回聞いたからいいや、お願いするわっていう感じ。いや、自分も聞くよ、これ。うん。自分も聞いておくよ。わかった。でも無理はしなくていいからね。アーリアこそ我が運命の女、ファム・ファタールだったのだ。ファム・ファタールってなんか、あるよね。ファム・ファタールってなんだっけな、ね、携帯。ヘイシリー、ファムファタールについて教えて。ファムファタールは日本の女性アイドル
何ですかこれは。なんだよそれ。違うだろ。それじゃないだろ別に。それじゃないでしょ。それじゃないでしょシリ。もう自分で調べるよもう。ファムファタール。あ、あ、ほんと、男にとっての運命の女というのがもともとの意味だって。あ、やっぱあるんじゃん。運命の女ってことね。うん。なるほどね。はい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 。なんかそういう、あ、アイドルユニットもいるわ。シリそっちかよ、お前は。ファムファタールって言えばよかったのかな。うん。オッケー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 。うん。運命の女性ってことですね。うん。今思えば、アーリアを知る以前の思い出はどれも無彩色なのだ。出会いとは過去も人を変えるものなんだよ。それかな、アーリアがクルシカちゃんそっくりで、アーリアがなんか妖精しちゃって、あの、早く死んじゃって、で、面影を求めてクルシカちゃんにたどり着いたって感じなのかな。だんだんぼんやりしてきた。アーリアのあの瞳、まるでこちらを詐欺すんでいるかのような誇り高き瞳、あれに出会い、私の世界を彩り得たのだ。お前、ここで寝るかしよ。ここは起きてろって。おい、校長先生の話よりは興味あるぞ、これ。興味持てるぞ。そういえば彼女が飼っていた犬、ミーチカと言った。いやー、犬の名前は別にどうでもいいわ。ここで寝るんかよ、お前。ロジック高くないとダメなのかな、これ。あ、しようしよう。あ、うん、せっちゃん。あ、ごめん、寝ちゃった。終わったというか、続きは、地球にいた頃、アーリアという少女と出会った、それだけかな。それだけかよ。クルシカの話を聞くまで、あ、何日か通う必要がありそうで仕方がないけど。やっぱそういう展開ね。シピ消滅。あー、守れなかったか、シピ。いやー、そうだよなー、うん。グノーシは名乗り出なかったから、もうしょうがねえわ、これ。うん。守護天使には守ってもらいたかったなー。うん。ちょっと貴重な情報源失っちゃった。うん。うん。まあ、ちょっとドクターをちゃんと守っていきましょう。うん。まあ、今回ジョナスの話聞くのも目的かな。名乗り出ってしちゃったのはちょっとミスだったね。うん。ね。AC 指揮者とバグがいないときはやんない方がいいね。うん。うん。そうね。うん。SQ ちゃんは黙っててちょっと怪しいよね。うん。うん。黙ってると変ですよね。っていうか、まあ、名乗り出なかったしね。うん。名乗り出ない SQ ちゃんと乙女ちゃんちょっと怪しいのよ。うん。この3人が擁護か。うん。ユリク・ジョナスが擁護か。レムナント協力？うん。いや、これはダメでしょ。またなんかヒーって言われるんじゃない？遠慮します。僕なんて来たら島田になりますから。あ、これは違うな。前、なんか明らかにイベントっぽかったもんね。あ、誰も隠してると思う。うん。うん、ちょっと怪しい。せっちゃん、どういう求めで使うようになってきたね。ひょっとしてせっちゃん能力上がった少し。んー、でもないか。うん。技を覚えたって感じなのかな。うわ、来ちゃった。ジョナス？あー、意外だな。うん。うん、うん、はいはいはい。あ、ん？せっちゃん、どっち？どっちグノーシア？どっちだよー。おー、ジナグノーシアじゃないか。おー、ジョナス？うん、うん。これはせっちゃん信じたいけどなぁ。うん。せっちゃん信用できない苦しか目が潰れている。いや、俺はちょっとここはせっちゃんちょっと信じたいんだよね。うん。端的に言うと、ジョナスとせっちゃんはちょっとここで消えてほしくない。イベントを進めたいんだよ。疑い、弁護しよう、俺は。うん。OK。ここはちょっと乙女ちゃんかどっちか行きたいなぁ。どっち行こう。SQ ちゃん行こうかな。ちょっと賛同者多かったし。うん。SQ ちゃん行こう。うん、意外と入る。あぶねえ、あぶねえ、なんで俺に入ったらこんなに。なんでこんな俺に入ったの。怖っ。怖っ。いや、明日怖いな、これ。俺、やられちゃうこれ。やべえ。あー、やばい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 。怖すぎる。危なかったー。うん、危なかった危なかった。なんだろう、何の動きがいけなかったんだろう。黙りすぎ、静かすぎってことかもしれんね。うん、やっぱこの自分は人間だと言ってみて部分も良くなかった。乙女ちゃん俺に入れてるしね。うん、まあそこは怪しいかな。まあとりあえず今日は生き残れた。うん、イベントが進められるんじゃないか。ああ、ここか。はいはい、行きましょう。
あ、来たよ。どこで話したか、そうか、彼女のことだったな。うん。やっと福祉のことかな。いや違う、これ二人目だよ、多分。うん。あ、ありゃ、数百年もの私は彼女の思惑を探し求めてきたのだ。あ、二人目でもなかった。やっぱ探し求めてきたんだ。うん。ダメだった。私は宇宙をたださまよった。この船 DQO とともに長く長く。話も長くなりそうだ。あ、あれ、私の魂の半分を預かったのは彼女は結構重要なセリフだと思うんだけど。まあ、比喩表現ですかね。私聞いておくから週は休んでて、教授に苦しい話が出ればいいけどね。うん。まあ、出ないんでしょ？ダメだった？明日だよ、明日に期待しよう。でも、どっちかね、どっちか、あれなんでしょう。あ、ステラだ。どっちかが、グノーシアだからな。今日も生き残りたいな。うん。じゃあ、報告を求めようか。うん。OK。せっちゃんは、ドクターっぽいね。うん。せっちゃんだな。で、ジョナサがグノーシアでしょ。ただ、イベントを聞きたいから、ちょっとこの二人には今日も生き残ってほしいな。その前に俺が吊るされそうだけど。協力しよう、せっちゃん。コメント何か隠してるんじゃないか。コメントね。うん。うん、まあ確かにジーナというか、まあ乙女ちゃん擁護してるんだよな、目立って。うん、誰が追従？もう重道ジョーナス。うん、これ弁護しとこうかな。ちょっと弁護しようかな。うん、うん、あ、またレムナがラキオに協力を。あ、断られてる。コメント行くね、みんな。もう嘘気づいたのかな。コメントじゃグノーシアか。あ、違う、そうか、俺なんで弁護したんだろう。でも SO でも、あ、そう、SQ ちゃんをさ、SQ ちゃん疑ってるんだよ。コメントじゃ違うんじゃないかなと思うんだけど、まだわかんないか。まあ俺は、せっちゃんを信じるならもう二人連れてるので、まあコメントちゃん、ね、凍らせちゃってもって感じだけどね。うん。今日はまたジョナサの話聞きたいしね。うん。うん。ユリコ黙ってる。うわ、うるさいができた。うるさいはやめよう。うるさい。せっちゃんうるさい言っちゃダメだ。ユリコね。うん、反撃されそうだけどね、これね。ユリコがボンって反撃する前に、俺が先に先回りして弁護しちゃう。ね。絶対来るじゃん、ドゥンっていうの。口来ちゃうから、俺が先回りして、ユリコを弁護しようかな。うん。OK、OK、OK、いいじゃん。うん。これ逆に俺、怪しまれない。でもユリコ様、俺に票入れてたからさ、あ、塩、私を弁護してくれるの。あら、いい羊ね、みたいな感じで。今日は、勘弁しといてやるわ、みたいな感じなんじゃない？これは俺を同調。乙女同調。さあ、今日ですよ。さて。みんなコメント行きそうだよね。まあ、悪いが、ちょっと俺に票が集まるのを防ぐ意味にはコメントちゃん行くか。ね。あの3人何なんだよ。あの3人何これ。俺が凍らされちゃったじゃん、もう。え、やだよ、もうお前と会わないよ、もう違う国行く。もう、あ、ユリコグノーシアだ。グノーシアだった、ユリコ。乙女ちゃん上院だった。うん。で、コメちゃん全然違う。話聞けなかったな。まあ次でいいか。で、コメントじゃ全然違いましたね。で、誰か嘘気づいたのかな。やっぱ人間って家ってところだよね。あー、ジナの嘘気づいてる。みんな気づいてるわ。シピー有能、ジョナソン嘘も気づいてる。ちょっとなー、ちょっとエンジニアとして名乗り出させちゃったのはまずかったな。あれか、名乗り、俺、ひょっとして俺が疑われたのってあれか、エンジニア名乗り出てって言って、そのエンジニアを襲ったから
あれか、疑われちゃったとか、そういうロジックもあるのかな。そういう、あれかな、あの、ね、ありそうですよね。ね。名乗り出るって言ったからみたいな。いや、そこまで細かくはないか。でも、ちょっとありそうだよな。なんか俺に入ってんのはそんな感じする。シピがやられた後、俺に入ってんだもんね。ね。そういう感じなんじゃない？うん。ね、あんま名乗り出ろっていうのもね、まあちょっと名乗り出てね、早く言い過ぎたっていうのもあるけどね。うん。OK。まあ、そうね、騙しがいないときはちょっと慎重にならなきゃいけないな。じゃあ次行きます。よい。15人、3人、ドクター。あ、またドクターだ。はいはい、AC 主義者いるのね。おい。うん。僕の名前レムなんです。皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。留守番おるか。うん。せいちゃん怪しく見える。今回全員いるからな。ジョナサン見ると進めたいぜ。無条件で弁護するのもあれだが、せっちゃんはちょっと、まだちょっと弁護させてくれ。うん。名乗り出ろ。あ、エンジニアいる。レムナ。次元先導センサーを集中されば、恋の次元波、グノーシャの個人検知できますね。あ、僕はそのエンジニアです。このセリフは初めてかも。争うというのは相手なし差し上げましょう。あ、3人出た。わかった。パパーン、エンジニア決定戦、イントロ先生、ラッキーオレムナ、ユリコー、ファイ！まあ、ぜひ3人冷凍でもいいかもしれん、これは。SQ かな？あ、ほら、目が覚えた。SQ ちゃんか。悲しむ。じゃあ、留守番名乗れてほしいな。ステラ留守番、ジョナス留守番。おい、OK。忘れた頃にやってくる忘れた頃に来ましたよ。来ましたよ、忘れた頃にこれも見守っていきたいですね。今日どうしようかな。まあエンジニアの誰かに入れたいですよね。こん中で怪しい人ね、いや、いないんだよな。誰と仲悪い？茂道か。茂道に入れたくねえな。どうしよう、ラッキーに入れる。いや、SQ ちゃんに入れる。どうしようかな。SQ が怪しいって言ってたから、それを信じて SQ ちゃんに入れる。いや、でもコメントちゃんな。説が怪しい。せっちゃんに入れたくないよな。でも誰かには投票しなきゃいけない。ゆりこ様に投票したくねえけど。SQ ちゃんに入れるか。コメントちゃんか。結構みんなコメントいったな。せっちゃんにも入ってるよ。シャーミンとしげみちか。SQ ちゃんも行ってるよね。ククルシカと俺とコメントちゃんか。まあこんだけ票が入ったんだからちょっと怪しい面はありそうだな。ジョナス、お待たせ。これまさか、また最初から？そうね。くくるしか何もない。なぜこのジョナスそんなこと聞くのかな？あ、まさかこれ。また最初からこれ。最初から？おい、ここからかよ！ここからっすか？ここからっすか？ここからですか？お願いします。こっそりと部屋を出た。これでいいよ。どうだった、せっちゃん。マジか、これ。